それ本当？嘘、そんな。お兄ちゃん、誰を好きになったのよ。一体誰なのよ。トーリさん、カズア、アオイさん。そうなんでしょう。ううん、違うよ。残念だけどね。じゃあ誰？京介くん、最近誰かと付き合ったりした？つまり、誰かと彼氏彼女の間柄になれた？これってエマちゃんには重要な問題だろうし、教えてあげたら。だって、じゃあ、じゃあ虫食いの方が嘘ってこと？エマちゃん、自分で自分をごまかすのには限界があるよ。うん、自分を勘違いのままにしておくの、限界がある。虫食いは進んでる。それもかなり。私が言うんだから嘘じゃないよ。エマちゃんはもしかしたら期待していたのかもしれないね。状況が前に戻ることで、カズハちゃんにチカ子ちゃん、それからトーリちゃん、状況はきれいさっぱり前に戻る。エマちゃんが望んでいた通りにね。うん、そのうちわかると思う。けどね、エマちゃん、時間は流れるんだよ。そして、人は時の流れと一緒に変わっていくものだから。
誰かを好きになるよりずっと悪いじゃない。私は諦めが悪いから、だから口で言われたくらいじゃ諦めきれなくて、けれどもう今のうちに言っておくね。信じてもらえないかもしれないけど、私エマちゃんが一番好きだよ。わかってる。わかってるから。うん。じゃあ、私のお別れパーティー開いてくれるよね。え、まあね。Thank you.
どうかした？びっくりした。急に起き上がるから。シャワーでも浴びる？じゃあ、急いでね。あ、おはよう。朝シャンなんて珍しいね。お兄ちゃん、今日パーティーやるからね。うん、決まったんだよ。今週中には。そうでもないけどね。急に決まったってこと。そうだね。忘れるはずないじゃない。けど、そうね。うん、努力くらいならしてもいいかな。うん、そうだよ、そうね。倒れるときは前のめりの精神でさ。この先に何が待っているとしても、とにかく今を大事に生きないと。座右なりよ。私はずっとずっと倒れそうになるくらいに前に進んでいたっていうのに。それでも私は頑張らないといけないの。生きている限りはね。そう、うん、きっと
そうなんでしょうね。そうだお兄ちゃん、今日は図書委員パスしてね。パーティーの買い出し付き合ってもらいたいから。あ、私も行っていい？だって委員会は臨時休業にしてもいいし。よくないし、それに千尋と一緒じゃ収集がつかなくなりそうだから。うん、南北の歴史的同意というか。じゃあ授業が終わったらそのまま待っていて、教室に寄るから。起立。それじゃあ行きましょうか。